セレノメチオニンはセレンを含むアミノ酸である。エルガ体生体はセメット、またはセムとして知られ、食物などにも含まれ、セレンの摂取源となっている。生体内ではセレノメチオニンはメチオニンとランダムに置き換わる。セレノメチオニンの抗酸化作用はセレノメチオニンが活性種を消費し尽くすことから生じる。セレンと硫黄はもに、 第16属元素であり、科学的性質に多くの共通点があるため、メチオニンからセレノメチオニンへの置き換えは、タンパク質の構造や機能には影響を及ぼさない。しかし、セレノメチオニンが馬のケラチンなどの組織タンパク質に生じると、アルカリ病が生じる。アルカリ病は衰弱や脱毛、骨長症、関節の軟化などを引き起こす。 セレノメチオニンをメチオニンの代わりにタンパク質に導入することによってマット法を用いた X 線解説による構造解析に役立てることができる。セレンのような重元素の導入で X 線結晶の位相問題を解くことができる。また、セレンの有機体であるセレノメチオニンは無機体であるアセレン酸に比べて19%も 人体に吸収されやすいという臨床結果もある。ありがとうございます。